強権名は台湾の日田市出身の元プロ野球選手。最速時速1 4 8キロメートルの豪腕投手として高校時代から活躍し国立体育学院に進学。陳ン委員と同級生だった。2005年5月に宮崎県で行われたアジア選手権の台湾代表に選ばれ勝利投手になるなど活躍した。その際に 巨人のスカウトの目に留まり、6月に入団テストを受け、まだ学生ながら入団が決定。7月初旬に訪日した。巨人には、シアトルマリナーズの誘いを断って入団した。理由は、プロ入り後も在学するつもりであった大学に関する、サポートや学費等の支援が、巨人の方が充実していたため、巨人入団後も、国立体育学院に席を置き、 オフシーズン中に通学して単位を取得することになっていた。入団後の2005年は2軍で基礎から育成された。2006年開幕前の3月に開催された第1回、ワールドベースボールクラシックのチャイニーズ台北代表に選出された。シーズンでは1軍デビューを果たし、しばらくは中継での起用だったが、8月22日の対、横浜戦で先発し、7回1失点で、 初先発初勝利を挙げ、以後は先発ローテーションの一角として定着する。初登板から28イニング連続無支球を記録し、9月3日の対中日戦では初完封勝利を無支球で飾った。基本塁打は59.2イニングで2本に抑え、先発に定着後は若手ながら、エース顔おまけの活躍を見せ、防御率1.81という好成績を残した。 同年オフの契約公開では、球団の年俸アップの提示に対し、私はまだ一流ではないとこれを誇示した。オフの12月に開催されたドーハアジア競技大会の野球チャイニーズ台北代表に選出された。同大会では優勝を果たした。2007年は開幕時から先発ローテーションに名を連ねたが、ホームを崩したためか打ち込まれるようになり、奏者を背負った場面で、 本類だを浴びることが多かった。途中からリリーフに配置転換され一軍と二軍を行き来するシーズンとなった。2008年、自身が通っていたトレーニングジムの職員で同じ台湾出身の女性と婚約。1月2日に台北市で婚約式を行った。同年10月1日、巨人から戦力外通告を受けた。その後12球団合同トライアウトに参加した。 獲得を名乗り出る球団はなかった。2008年12月31日に行われた中華、職業棒玉大連盟のドラフトでは、最下に位指名ながら高能ブルズの指名を受けた。2010年シーズンからアンダースローに挑戦していたが、同年シーズン終了後に高能から戦力外通告を受け現役を引退。その後は、台北市の貿易会社に就職する。その後、 2012年10月に社会人野球チームの高橋腰鍵棒玉隊に内野手として入団、プロ復帰を目指している。テイクバックの小さな変速フォームからボールをテンポよく投げ込み、手元で動く癖玉とスライダー、カーブ、チェンジアップなどの多彩な変化球で打たせて取るタイプ。そのマウンド度胸も武器の一つ。死球を出すことを特に嫌っている。球数が増え、 体力を浪費するため、フォアボールを出すくらいなら、ヒットを打たれた方がいいと語っている。打撃もうまく、二軍では3塁打を放ったこともある。また、台湾時代は遊撃手で起用された経験もあるように、フィールディングも高レベルにある。ありがとうございます。